キャッシュレスでの鉄道利用が進みます。 JR 東日本は交通系 IC カードスイカの利用益を拡大しました。今月16日、JR 山形駅ではスイカの利用益拡大を祝し、セレモニーが行われました。県内ではこれまで、JR の105駅のうち、山形駅と山寺駅のみで利用が可能でしたが、16日以降、奥羽線では上山温泉から村山まで、阿寺沢線では北山形から寒河江までの合わせて21駅で利用が可能になりました。やっぱり嬉しいですね。こちらの方に友達がいるんですけど、やっぱり遊びに行くときになんかわざわざ切符買ったりでちょっと面倒くさかったので、やっぱこれでスイカ一つで行けるようになったので嬉しいです。鉄道を利用されるお客様が便利になることもはもちろん、切符の購入だけでなくお買い物ですね、そちらにも利用がしていただけますので、日々の生活に密着できるものとしてご利用いただければというふうに考えております。一方、スイカのカードについては、半導体不足の影響などから山形駅や天童駅など県内7つの駅で1人1枚の購入制限を設けて販売しています。